朝一やっちゃうな、うん、やっぱ2人と、まあ、言い訳言うと2人は結構さゴルフ頻度高めじゃん。いやいや、そんなことない。ほぼ毎日やん。いや全然や、久しぶりです。本当、はい、昨日だって練習行ってたのに。昨日は練習行ったんじゃなくてお月様を見てました。うん、二度見してただけで。練習場で。そう、へえなんだ。納得してしまう。信じてくれる。納得してくれる。信じてくれる。嘘つくんだ。そっちのへえだったんだ。いや、あの仲間じゃないから。じゃあ仲間じゃないからね。仲間じゃない。ちょっと違うんだよ。仲間じゃないから。そんな高くなっちゃうの。そう、フレディ・マーキュリーもびっくりだよ。仲間じゃないから。仲間だったらそうだよねって。なんだそれ。どっちが正解かわかんないけど、何でもいいよ。何でもいいか。ずんちゃん最終ホールで俺と3打差ひっくり返さないと落書き。やばいよね。どうすっかな。プッシュですかね。だからプッシュとか言うな。女の子が言うセリフ違う。そう。じゃあじゅんさん最終ホール、うん、一番悪かった人もいい人と2番目の人がクラブ、じゅんさんが好きなの1本抜ける。もう一回言って。どういうこと。1位の人と2位の人に対して5本あるじゃないですか、うん、クラブを1本ずつ抜く、うん、で4本でやるってことですか。4本でやってくれるの。優しい。じゃあ1位の人でしょ、それはとりあえず。1位と2位の人。1位と2位の人は多分2人がってことでしょ。そう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 、じゅんさんがじゃあ何抜く。抜いてもいいんですけど、その代わりそこで優しい、あのパーター抜いたから90度お辞儀してくれないと無理です。お願いします。すぐする。プライドもクソもない。すぐする。こうやったな。じゃあどれか選んで、じゅんちゃん。いいですか。あーどうしよっかね。俺なら3、5、9、5、4。パターパターはさすがにダメじゃんね。めっちゃかな。私はこれベッチ。あーでも乗せられちゃったらベッチ意味ないもんね。それ抜いたらいいんだろう。さやかちゃんアドベスちょうだい。9いかれたら結構うっとうしいかもしれない。え、なんで。え、だってセカンドちょうど9ぐらい打ち上げでしょ。セカンドが多分3番円で打ってもセカンドがちょうど9番円ぐらい。木はなんかスタイミーになってるんですよ、ここから打つと、うん、なんか9番抜いてくんねえから。あーね、9番抜いてくれると嬉しい。今まで大体あ落ちろ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 で54度使ってる、うん、じゃあ54度抜きます。あらら、一番抜かれちゃうような。抜かれちゃったよ。大志5番でしょ。何抜きますか。大志5番純粋届かなくなるから5番取るぞ。物理的に届かなくなるんだから。いやそれね、7番だったらでも全然いけちゃうんじゃない。意味ないもん。いやいや、7番だったらそんなの140じゃん。いい。5番ウッドだったらってセカンドだともうウェッジで、ウェッジとか9番とかピッチングで出るから。で、これ、うん、それで。わかりました。あのね、もうね、わかった。ああ、もう、そうかい、そうかい。見てたもんちゃったんだ。めっちゃの。もう全世界が驚く。本当？タイガー・ウッズもびっくり。世界を揺るがす。うん。おお、すごいじゃん。そこなんや。すごい。いやでもめっちゃいいショットだったね。そこだったんや行くの。すごい。もっと行くと思ってた。そうね。自分を信じすぎてた。木の横まで行くかなと思ったよね。木の裏行ってくれたら足が使えるなと思って。ああどうしますか。やばいですね。だって思ったんですけど、はい、7番やんじゃないですか。2番目も7番やんでしょ、うん、そうすると多分次ウェッジが使えるはずなんだよ。だから多分ウェッジを抜かなかったのは、
向こうだから多分向こうのミスだと思う。私そう一番めっちゃが得意だから。そうですね。ね。じゃあ余裕ですね。ベビーが上がれるんじゃないかな。あこれ内緒ね。内緒です。飛んだよね。しない私はでもバンカーの右。あそっか、ジュエさん、うん、意外と狭いね。うん。バンカー入らないようにまずいですか。そっか、ドライバーあったんだって。じゃあここチャンスだよ。ナイスです。完璧じゃない。完璧地面反力よ。ナイス。今ちょっとしてないけど実は知ってる知ってる全然お気に入った知ってるやるとか言って素振りしといてやらないあやね届かない。たまにねアイアンドーンピンまで136ヤードです。うわ、オッケーオッケーオッケー。はい、分かった分かった。どうしますか、カイトさん。どういう自転車がこうでしょ。はい。ってことは当たったら右跳ねるんで、ボールは。はいはい。こっち行くしかないでしょ。え、間もう2番手ぐらい大きいの欲しいな。うわ、すごい。オーバーけど、あのこの間通るんだ。強く打ちすぎた。あそこワンクッションバーンって入ってくれれば完璧だった。完璧だった。けどキャリーで上行っちゃったから奥まで行っちゃってる。確かに。ダメだ。悲しい。調子悪めです。何やろうかな、俺ゴルフやめて。やめるな。スモビルもやろうかな。え？え？引退する。痛すぎる。80ヤードピッチングでやってます。右出た、うん、やばいやばい、バンカー行っちゃうよ。めっちゃ手緩んだ今。やばい、じゅんちゃんハンデを生かせてないよそれじゃ。私がただ下手。すごい、グリーンがすごいなんか、うん、ふにょんってなってます、うん。見ちゃいました。大げさに見ちゃいました。見ちゃった。やだね、アプローチでダフると悲しくなる。得意なはずなのに。意外にうまいじゃん。
これ入れないとこれ入れたらさ、ね、入れて俺が外したら同点だから。どうする？んしたらさやし、入れて俺が外したらさやしの負け。え？あ、戻ってきちゃうよ。やばいよね、うん、ボール外すか。ボール1個。いやーもっと曲がるかも。これ難しくない？このカップ過ぎて戻ってくるもんね。ってことは純ちゃんちょっと強めにまっすぐ打てば、うん、ちょっと右の方にポンって打てば、うん、バックで入るっちゃう。そうだよね。強め。はい、うん、ボギー。ウィニングパターン落とした。すごいラインだったな。うん、さあ決めれば優勝、マサとサヤカ。なんで急にそんな厳しいんですか最後。めちゃめちゃ急に。ありがとうございました。ありがとうございました。本当終わらない感じあったよね。雰囲気は出てた。ということでですね、前半の結果はさやちゃんが8オーバー、カイト君が10オーバー。10オーバー持っちゃいました、すみません。私が12オーバーということで、私がビリケツです。はい、それではお願いします。サングラスする？してあげて。あ、サングラスしてくれる？本当に容赦ないよ、ジュンさんたち。うん、大丈夫、もちろんです。もうゴリゴリにやろう。え、ゴリゴリに…眉毛やる？眉毛やる。じゃあ私も眉毛やろう。太い方じゃん、しかも。出てる？出てる？薄くない？やばい？いい感じ。いい。かっこいい。めっちゃいい感じ。かっこいい。かっこいい。めっちゃいい感じ。ちょっと、最後に。下がった？まさか。両つ。この後ずっとこれでやんだからね。第一段階。第一段階。嘘。もうだってペン一回話してるじゃん。いいんだよ。いいんだよ。こうしゃべるの書ける。怖い怖い。これ書けない。何がいいですか、逆に。あ、じゃあ、だから。リクエストありますか。怖い。なに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 。言われた。
感じが顔に感じしてる。ちょっとペン先痛いんだよ。文句言わないで負けたんだから。あとこれね、カレー線とかこうやって切ってやる。多分いいですか、最後。仕上げ。カレー線まずね。うん。笑っちゃってできないんだよ、ちょっと。ごめんなさい。鼻の穴やらとしたらお前違う黒鼻くそ黒できたどうあでも可愛いね可愛いあさまだ描いた方がいいどうちょっと一回俺が持ってくるゆきりんやってもらおうなんか足りないあでも下まつえ下のまつ役してますかしてないあじゃあ下のまつ役していいですか、うん、必要かもしれないじゃんそうだねまつげ確かに足りないかも怖いんだけど、どうすればいいのねえ、怖い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 お、かわいいあ、いいじゃん、かわいいじゃんあ、かわいい、かわいい、かわいい大きくなったお前大きくなったあ、かわいいなんか、可愛くなっちゃった、逆に、うん、なんかなんかお目々大きくなりますしかも多分目つぶったらすごい可愛いかもあ、目つぶったら可愛いね、可愛いね左右非対称なのがやっぱ一番良くないからあ、そっか私の顔見ないでちゃんとカメラ持ってやもう全部のっぺらめあ、のっぺらめですかのっぺらめもいいかもしれない直線直線ってことはいまず自分の顔、うん、反省します見してこれやばくない可愛くなっちゃってんじゃんそうなの可愛いんですよ汚っひげそうひげが一番汚いっていうかさいいけどこのままぐるんすんのいくか